はい、ですね、来年バーベキューあるって言ってたんですけど、やっぱね、待ちきれないので、あのね、ああいう黒毛和牛とかは来年やるけど、今月花火やるときに試しであれ使ってみます。インスタントコンロ試しでね。なんでターヤンさんにね、さっきあの LINE 入れたんですよ。あのちょっとあれ試しで使って焼き鳥でも焼いてみねえがって言ったんすよね。じゃあどう返事来るか分かんないですけど、てかまだね、今月いつやりに行くかとかも話し合ってないんで、そうなんですね。なんでね、やるとしたら23、30あたりやりたいですね。まあ、またそこも話し合ってねやりますけど、とりあえずそういうことでね、あの試しでインスタントコンロを使ってみますってことで、お楽しみにしておいてください。今月ですよね、個人的にすごい楽しみですけどね。で、花火鎮火するときに、これまたあのバーベキューの話とは違う話になっちゃうんですけど、いつもね、ペットボトルで火消してるんですよ。ペットボトルで火消すんですけど、ドボドボって出ちゃうんで、すぐなくなっちゃうんですよね。なので昨日ね、ボトルがでっかい水鉄砲100均で買ってきました。あれね、あれの方が多分一回一回こうちょびっとずつ出てね、いいと思うんで、あれを活用しようかなと思ってます。なんで、まあ、またね、あの水の演出もできると思う。出演もできると思う。危ない演出あとか危ないもうたまに自分が何言ってるか分かんないんで、合ってるか合ってないか分かんなくなっちゃうんで演出できるかもしれないです。下にライトを置いといて、こう水ちょっと間開けてダーって、やれるかもしれないです。またそこもね、あの試しで撮ってダメだったら、やらないんですけどね。じゃあお楽しみにしておいてくださいね。ご視聴ありがとうございました。